ここまであら立派な、あら立派なあれではないと思いますけども、ぜひみんなも、じゃあマジック、どこマジックか、あさ、あとマジック、汁出てきちゃった。すっごい汁出てきちゃった。すごい。油性マジックって効かなくなるんだ。あ、ダメだ。見てよ。ここまで書いたの。これ寂しくない？あらり、り、あら立派まで書、あらりまで書いたのに書けないの。あら立派。これ抽選で何名かの方にあげたかったです。あら立派。ダメだね、人からもらったもので抽選であげちゃダメだね。あ、ザ・テレビジョンね、ザ・テレビジョン俺堀北真希ちゃんと出たからね、乗ったからね、嬉しかったな、リモン、あの、あれだ、あ、臭いじゃない、臭いじゃない、臭いじゃない、あ、すごい、いい匂い、うん、いい匂い。さあ、さすがにそろそろ遅くなってきたからおしまいにしますかね。楽しんでいただけたでしょうか。今年の歌って何？今年の歌何？今年の歌は何？ちゃんと音拾いたくなるね。白日いい曲だね。若い子の曲、若い子の曲聴くよ。うん。若い子の曲もちろん聴く。もちろん聴くっていうか、一時は聴かなかったけど今は聴く。なんかみんながなんかこう、若い頃はなんかそういうなんかみんなが聴いてるもんとか聴くのもちろん聞く。洋楽は大好きだよ。最近はヴァンパイアウィークエンドと忘れちゃった、ああもういつも忘れちゃった、なんだっけな、坊主で、今ね坊主でもみあげだけ入ってる人がいいんだよ、なんかデビッドボーイみたいな初期の、なんだっけ、なめちゃん、あれなんだっけなんだっけ、なめちゃん、あれなんだっけ、出てこない、やべ、うわめっちゃ出てこない、あ、思い出した、トゥードアシネマクラブ、トゥードアシネマクラブ、あとハマってるの、好きなの、あの、なんだっけ、ダメだ俺絶対出てこない、ラッパラッパ忘れちゃった、
あれしちゃった。ダメだ。あとは、もう、大好き、ビリー・アイリッシュね。ビリー・アイリッシュ大好き。すごい。やっぱ若い子の才能。最近ハマってんの、日本の、最近ハマってんの、最近ハマってサスケ。うん。